ボイン川はアイルランドのレンスター地方を流域としている川。キルデア県、カーブリー付近の源流からミーズ県を北東に向かって流れ、アイリス海に注いでいる。中流域のボイン渓谷では鮭やマスなどを捉えることができる。ドロヘダのすぐ西には高速道路 M1 を走るボイン川橋があり、東にはダブリンベルファスト鉄道を走るボイン高架橋がある。 ボイン川の流域面積は2695平方キロメートルであり、長期平均流量は38.8立方メートル S である。全長が112キロメートルと短いにもかかわらず、ボイン川は歴史的、考古学的、そしてケルト神話の上でも重要な舞台となっている。コトトリムやタラの丘、ナバン、ニューグレンジ、ドラハダなどの歴史ある町や遺跡が付近には多い。 名誉革命後に発生したジャコバイトによるウィリアマイト戦争では1690年母ン下半で決定的な戦闘が行われた。これはトリム、トリム城、タラの丘、ナバン、スレーンの丘、ブルナ母ン、メディフォント修道院、そしてドログヘダの中世の町の古代の町を通過する。母ン渓谷でもラフクルー、ケルズ、ケルト人の十字架、 および城を含む他の歴史的、考古学的な遺跡がある。古代イギリシャの天文学者クラウディオス・プトレマイオスは2世紀にアイルランドの地図を作成しているが、その中には母音川が書き込まれており、この川をウプシロン・ウプシロン・ヨタニュー・デルタ・アルファー、またはウプシロン・ベータ・ヨタニュー・デルタ・アルファーと名付けている。後の時代ジェラルダス・カンブレンシスからはボアンディスと呼ばれていた。 伝説によれば、フィンマックールが聖なるサケフィンタンを捕らえた川であると、される。ボインという名称は、アイルランド神話の女神、ボアーンに由来するとされている。ボイン川の水族ズ区間は、スミオルフィオンフェイドリムとしても知られていた。ボイン川の潮の道引きの河口は、マストック川との合流点である、カーリーホールまで内陸に伸びており、アイルランド文学には、数々の名前があり、 トゥイリアンの息子たちの悲劇、トゲイル・ブルード・ンダー・デガなどの古代の伝説や神話の中で出発地や到着地として関連づけられていた。アッキャラムなセインヨロックでは川口部は船が豊富なインバービック・ロー・オング・スイーと呼ばれている。インバー・コルパ、またはインバー・コルプタは中世初期の母音川口の主要な名称だった。南岸にあるコルプの村と 市民省教区がこの名前を保持している。この地に上陸しようとした際に溺死し、コルプ教会の裏手にある、リングフォートに埋葬されているという伝説がある。別のディンセンチャスの伝統では、名前は巨大な水生生物の股に由来しているが、ブルナ母ンで殺害された股はバラバラにされて、母ン側に投げ込まれた。そのすねの骨が、 加工に達し、インバー・コルプサの名が付けられたとされている。ボインナビゲーションは、ドロヘダ近くのオールドブリッジからナバンまで、本川にほぼ並行して走る一連の運河を指す。環境、建築遺産の非政府組織である、安泰性が所有し、ほとんどが廃墟化されているが、アイルランド内陸水路協会が運河を、航行可能な状態に復元しようとしている。 ボイン遺跡の戦いの中を通るオールドブリッジの運河が最初に復元された。2013年8月に戦死時代の美術品であることを示す岩が発見された。アイルランド考古学調査を通して幾何学的な彫刻が施された岩石がミリーズ県ドノアで発見されたことを報告した。2013年5月、ラウス県ドロヘダ付近にある 母音漁師の救助と回収サービスは母音側からショッピングカートを撤去するための定期的な作業を行っていたところ専門家が5000年前のものではないかと考えている古代の丸木船を発見した水中考古学者による最初の調査ではここで発見された他の丸木船とは異なり上端に楕円形の形をしているため非常に珍しいものである可能性を示唆している 調査は2013年現在も継続中である。2006年、春節作業中に泥下ダの川底でバイキング船の残りが発見された。この船は航海に危険をもたらすため発掘されることになっている。 サウスイースタンリバーベースンディストリクトマネージメントシステムページ38アーカイブド2016年3月3日アット・ザ・ウェイ・バック・マシンホルトン・アンソニー・ザ・リバー・ボイン・ヒドゥン・レガシーズヒストリーズ・アンド・ロア・エクスプロードオン・フット・アンド・バイ・ボートアイルランド・ピアニッシモ27から29 ISBN 七十八から零から五十六万九百十一から二から六 ディニーイン、フォークローナーゲイドヒルジアガスビラ、1927、ニューリーディスカバードプリーヒストリック、アートインザ・ボイン・バレー。ナショナル・モニュメント・サービス、2013年11月30日、閲覧。ログボート・ファウンド・イン・アイルランド・エース、ボイン・リバー。アーキオロジー、httpwww.archeology.org、ニュース。 867から13513 13、アイルランドボインリバーログボート2017年6月2日、閲覧。ローダン、マーク、バイキングシップハウンドインボイン 2B エクスカベイテッド。ザ・アイリッシュタイムズ2020年7月9日閲覧。ありがとうございます。